本日も大谷選手に関する最新情報をお届けします。日本時間12月10日、ついにドジャースへの移籍が確定した大谷翔平選手。待ちわびた歓喜の瞬間には日米のメディアやファンも大盛り上がりとなりました。メジャー史上最高額となる10年総額7億ドルという超大型契約となり、巨額資金を投入するドジャースのオーナーもついに夢が叶ったと涙ながらに語りました。大谷選手がドジャースへ入団したことで、ドジャースの関係者や MLB 界のスターたちが次々と喜びを発信しています。今回はその内容を余すところなくお伝えしますので、ぜひ最後までご覧ください。大谷入団にドジャースオーナーが感激。ロサンゼルスエンゼルスから FA となっていた大谷翔平選手が12月10日、ロサンゼルスドジャースとメジャー史上最高額となる10年総額7億ドルで契約合意。 MLB だけでなく北米プロスポーツ史上最高額の大型契約締結だけに、国内外で大旋風を巻き起こす話題となっています。そんな中、ドジャースの共同オーナーを務める元ロサンゼルスレイカーズの NBA レジェンドマジック・ジョンソン氏が地元局のインタビューに答え、自身の SNS を更新。大谷選手を全力で歓迎し、本当に望んでいた結果になったよ。彼は絶対に来てくれると信じていたけどね。彼はスポーツ界の至宝のような存在で、誰もが憧れるような人間性だと思う。そして、MLB 史上最高の選手をチームに迎え入れるという夢が叶ったよ。感動している。彼には最高の生活を送ってほしい。と目を潤ませながら回答。SNS では、ドジャースブルーを着ることを決めてくれた翔平に感謝。世界中すべてのドジャースファンが、あなたが私たちのチームに加わる決心をしてくれたことを非常に嬉しく思い、最高な気持ちになっていることでしょう。私たち家族はあなたを心から歓迎します。と、感情大爆発。元 NBA のレジェンド選手だっただけに、スポーツ選手としてどれほど稀有な存在なのかを実感できるのでしょうね。ジョンソン氏の発言を受けて、米メディアはジョーク交じりに、翔平の契約に心から敬意を表する。また、オーナーであるマジック・ジョンソンも素晴らしいアスリートだった。今こうしてオーナーとして活躍しているのは経済的にもすごいことだが、彼が生涯で稼いだ額は4000万ドルだ。少ないと感じる。翔平のわずか20分の1にも満たないからかもしれないね。翔平はおそらく何十もの企業のオーナーになれるだろうが、彼は今野球だけに夢中のようだ。と、その契約金の大きさを表現していました。この巨額の契約金は、なんとあのアスリートすら抜いて世界一に輝いています。契約金額が世界一に。大谷選手がドジャースとの間で締結した10年間で7億ドルに及ぶ契約は、スポーツ界全体を通して見ても史上最大のものであると大リーグの公式サイトが報じました。この契約は欧州プロサッカー界の大物選手たちの契約と比較されています。例えばリオネル・メッシが2017年から2021年にかけて FC バルセロナと結んだ6億7400万ドルを上回るもので、キリアン・エムバペがパリ・サンジェルマンと2025年までに結んだ約6億7900万ドルよりも高額です。この契約で大谷選手はプロスポーツ選手として世界一の価値がつけられた選手ということになり、米スポーツ界においては NFL のカンザスシティチーフスのクォーターバックであるパトリック・マホームズが10年で4億5000万ドルの契約を結んでいた記録を大きく上回りました。またMLB における過去の最高契約記録であるマイク・トラウトが2019年にエンゼルスと結んだ12年での4億2650万ドルも大谷選手の契約によって更新されました。単純換算で年俸100億円となる驚愕のメガディールを締結した大谷選手には、メディアの各方面から様々な反応が寄せられています。一部のファンやメディアは来年に30歳となり、右肘に2度のメスを入れた故障歴を抱える大谷に対する7億ドルは払いすぎではないかという懸念を示す意見も。米ポッドキャスト番組のジャレット・ティムズ氏は、想像してくれよ、 DH だけの選手に年俸7000万ドルだぞと疑問を投げかけるなど、天文学的な金額をドジャースが回収できるのか懐疑的な意見も寄せられました。一方でメディアのエンゼルス番を務めているサム・ブラム記者は、6、7年で元は取れる。
それも広告費だけでね。彼は文字通りにお金工場なんだ。日本の市場からも視線が注がれるだろうと強調。またエンゼルスの地元スポーツ局バリースポーツウエストンの実況を務めているメインランダソ氏も自身の SNS を投稿。おそらく翔平大谷を取り巻くビジネスを理解するのは実際に影響力を目にしない限りは難しいのかもしれない。開店と同時に球団のグッズショップに駆け込むファン、本人を一目見ようと大勢で出待ちをする人々、アジアや海外からの膨大なファンの数、それもかなりの層に支持されている。7億ドルも安すぎるぐらいに感じるよ。このように語っています。大谷がサインした正規の契約、その反響はまだまだ広まっていきそうです。ついに叶う大谷選手悲願の夢。ドジャースに加入が決定したことでついに現実味を帯びてきた大谷選手のワールドシリーズ制覇。しかしドジャースは本当に強いのか、ワールドシリーズに進出できるのか、今一度情報をまとめておきましょう。ドジャースの球団としての発祥は1884年にまで遡り、1958年にロサンゼルスへ移転。ナショナルリーグの優勝24回とプレーオフ進出35回はリーグトップであり、正真正銘の伝統的強豪といえる。また人気も桁違い。2023シーズンの観客動員数およそ383万人はダントツでメジャートップで、さらに資産価値でもヤンキースの次につけています。そして戦力面でもドジャースは群を抜いていて、特にマジック・ジョンソン氏を含む現在のオーナーグループになった2012年以来、その強さはより強固なものに。2013年からの11シーズンで毎年プレーオフに進出しているのはもちろんのこと、地区優勝は10回、リーグ優勝は3回、そして2020年には世界一に輝きました。現在のチームにはムーキー・ベッツとフレディ・フリーマンという2人の MVP 経験者がいます。今季の MVP 投票でも2位と3位に入ったこのデュオは現時点でも球界トップクラスで、ここに大谷選手が加われば間違いなく球界最高のトリオとなる可能性大。このメンツの脇を固めるのはドジャースの資金力以外のもう一つの武器である育成力で磨き上げた選手たち。ドジャースはデータ分析部門も強固で、一流選手の野球脳を作り上げることに秀でています。マックス・マンシーやクリス・テイラーはまさにその典型で、野手だけではなくブルペンもトップクラスの水準を維持。育成力は球界屈指のファーム組織の構築にも寄与しています。毎年高い勝率を維持し、勝率が低い順に指名順位が割り当てられるドラフトでは不利なはずのドジャースですが、常に多くの有望株を抱える。そんなチームに大谷選手が加われば、もはや敵なしといったところでしょうか。今季開幕前のファーム組織の充実度ランキングではメジャー2位に位置するほどの環境で、大谷選手が求めるトレーニング施設なども万全と言えますね。大谷選手にとっては自身初のプレーオフ出場はもはや手中にあるといえ、やはり大谷選手の大活躍を兼ねて世界一を取ってほしいものです。大谷選手とドジャースは一体どんな伝説を残すのでしょうか。期待が膨らむばかりです。あなたはどう感じましたか。ぜひコメント欄で感想をお聞かせください。最後まで見ていただいた方はグッドボタン、チャンネル登録いただけると本当に励みになります。次回も他では見られない熱い情報をお伝えしますので、チャンネル登録がまだの方はぜひ登録ボタンを押してください。最後までご視聴いただきありがとうございました。